はい、皆さん、こんにちは、リットです。さあ、今回はですね、毎週やらされます、週刊アニメランキングやっていきたいと思います。ということで、大変申し訳ないことにね、例のごとく1週間遅れになってしまっているこちらランキングですけれども、今回、今季2024年春アニメ7から8話のおすすめランキングトップ20ですね。いつもより最初から最後までネタバレありでやっていきますので、ご注意いただけたらと思います。ランキング対象期間の方が、5月19日日曜の夕方から、5月25日土曜の深夜までの放送分という、今回は、34タイトルですね、ランキング対象ということで、ランキング対象が2作品あります。それはね、先に紹介するんですけれども、1作品目はこちらですね。無職転生2期2クール目ですね。すでにね、ここから2話やってるんですけどね、感想動画も上がってるんですが、これの、とりあえず1つ目ね、転移迷宮園で新しい賞入ったんですけど、その話はまた次回の対象なんですけども、特番ね、やってましたね。ランチ対象外となってまして、で、2作品目が、魔王学園の不適合者ね、2期に関しても、これは急遽なんですかね、一周延期になってたということで、もともとね、魔王学園は2クール目ね、延期になってましたから、そういう意味ではね、ちょっと2クール目が延期になって、2期が延期になってたのかな、ということでね、もしかしたら大丈夫なのかみたいな思いもありますけどもね、こちらも、ランキング対象外ということになっております。ということで、全34タイトルということでね、順番にやっていくんですけども、今回はですね、もう上位がめちゃくちゃレベル高かったです。ただ、全体見るとそうでもかっていう感じもあったんですけど、上位がやっぱね、8話神解説みたいに言ってましたけど、7話、8話あたりの話やっぱものすごい面白い回が多くて、もともとね、見る前から、ね、非常に面白い回が多かったと聞いてたんですけど、まあすごかったですね。はい、もうレベル、上位は特にめっちゃ高いんで、見てないだけだったらもう今すぐ見てほしいなっていう、その先に、ばかりですね、めちゃくちゃ泣いちゃいましたということでやっていきたいと思います。はい、ということでね、最初から3枚ネタバレありで、その時こっちいただけたらと思います。では、早速ですね、20位からの紹介していきます。またね、ランキング外動画に関してはこの後ね、すぐ上がりますんで、気になったらそちらもご覧ください。では、まず20位です。20位。狼と香辛料、マーチャントミーツザワイズウルフ8話ですね。前回9位から、11ランクでは20位でございますということで、新キャラのね、羊飼いちゃんが、まあ、少し旅を共にするというホロの嫉妬がね、可愛いという回でですね、また嵐に予感がするようなちょっと感じもしましたけれども、面白い的にはまあまずまずなのかなというところで思ってますけれどもね、やっぱホロの可愛さが非常に、際立ってるここの数話というところですけれども、ここに期待していきたいなと思っております。はい、では第19位です。19位、バーテンダー神のグラス8話ですね。前回10位から5ランクダウン19位という、これちょっと10話ではね、順位を落とさせていただいているわけなんですけれども、カクテルアワードが開幕という中で、まあ、チェンさんもね、自分なりの答えを見つけたみたいでね、まあ、前回の続きっていうか、まあちょっとチェンさんも出てくるような感じの回だったんですけれども、まあ、ちょっと駆け足感正直感じですかね。今回はね、笹倉さんがあともうちょい絡んできた方が話的には面白いかなっていうのは思いながら、見てました。ただね、前はこういろんなテイストの話を見られるって非常に素晴らしいなというのは思いながら、見てた感じですし、まあ、そろそろ笹倉さんの掘り下げ主人公ですね、もう来そうな感じで、そこは楽しみだというふうに思っております。はい、まあね、やっぱなんかそのいろんなキャラの掘り下げみたいな回が一番面白いんですかね、この作品はね。笹倉さんをなんかこうがいろいろね、なんか読み取りながらみたいな、それが一番面白い感じがしてます。はい、では18です。18位、ザ・ファブルですね。8話、前回24位から6ランクアップ18位でございますということで、ファブルなぁ。ね。非常に面白いんですけどね。やっぱクオリティがもっと高ければなとかね。あ、テンポ感は正直やっぱあるかなと思ってるんですけれども。まあ、とはいえ面白いですからね。まあ、じっくり楽しめばいいかなっていう感じなんですけど。まあ、陽子がね、やばいやつすぎてマジで笑うっていうところで。まあ、相手のね、自信満々ペラペラ男、また面白いんですけど。ね。で、マスター、バーのマスターみたいな人がね、頑張って黙ってるんですけど。で、小島周りの話もだんだんね、動き始めるっていう、こうで、美咲ちゃんどうなっちゃうんだっていう、ストーカー男みたいなやつもいるしね。いや、そう、構想になりそうな感じもしてるわけなんですけど、小島めちゃくちゃやってね、デリヘル、島荒らすなとかですぐやろうとかしだすからね。いや、面白いですね。ということで。まあ、気になるのはやっぱテンポ感作画っていうところでありますけど、まあ、しっかりキャラも一緒に立ってますしね、確実に面白いなというところで、18位でございます。では、17位。うるせえやつら第2期ですね。19話、つなし42話目ですね。こちら前回18位から1ランクアップ17位でございますということで。いやー、笑いましたね。
いや、うるせえやつらね、面白かったね。うん。A パートのね、てんちゃんとラムのところですね。まだ B パートのハートの話に、ベクトルはね、まあ違うの、非常にね、面白い話で、てんちゃんもね、もう怒られてビビっちゃってね、ただ当たるがなんかうまく策略やってただけなんですけども、はい。まあ、マフラーね、でもかわいそうでしたね。はい。っていうところでね、また非常に面白かったですし、まあ勘違いもあってね。あと B パートのハートもまためちゃくちゃだったんですけどね、これも面白かったなというところで。で、ついに最終章突入かなっていう感じなんですけど、いや、非常に楽しみだなというところで、うるせえやつらはなんかね、どんどん楽しめてますね。はい、非常に面白いです。17位でございます。では16位です。16位、ダンジョン飯2クール目ですね。21話、前回16位同様16位でございますということで、ダンジョン飯はね、やっぱなんか、あ、これがなんか前半で原作での方が言ってた話なのかなというところで、すごい話が壮大になってきたなというところね、思ってます。まあ、面白かったですし、話の壮大さというより非常に気になるところだったんですけど、まあ、不老不死の呪いをかけられた黄金鏡というところでね、まあ、狂乱の魔術師を倒して、この世界を救うのはライオスなのかみたいな話が進んでますけれどもね、残りの話数足りる気がしないのはちょっと残念というか、どうするんだっていう感じはしてますけどもね、またこの辺の味わい深そうな話が来てますんで楽しみでございます。はい。いや、でもね、ちょっと一時シリアスが楽しめるかみたいな思ってましたけどね、こういう話もしっかり楽しめてるんで何よりでございます。では15位です。15位、囁くように恋を歌うというところでね、こちら7話、前回、2位から13ランクダウン、15位というところでね、晩作尽きてしまったという笹恋ですね。まあ、8話ね、先にもうすでに見たんですけれども、7話ね、まあ、作画用紙の時期問題あるかって言われたら、僕はそんなに感じてないというか、やっぱね、かなり、まあ、世田谷市が世田谷市なんで、ハードルをそもそも下げてね、見てるっていうところが正直あるんですけれども、なんで、まあ、延期って聞いた時も僕はやっぱりかと思いながらね、聞いたので、まあ、特に動画も出さなかったんですが、まあ、今回に関してその悪かったわけじゃないですけど、前回やっぱあまりに良かったんでね。まあ前回の回比べたらっていうのはありましたけれども、まあ今回ね、まあ塩先輩ですよね。怖かったですね。はい。これまた盛り上がってきたなと、またバチバチですね。もともとより先輩の前にね、ボーカルやってたキャラですよね。が出てくるっていうところで。で、ひまれとより先輩、順調そのものなん、そのものでひまちゃん可愛すぎるんですけど、この平穏はいつまで続くのか、無事続くのかっていうところ、そこもね、気になるところですけれども、また新章突入というかね、非常に楽しみでございます。というところなんですが、9話、10話は放送延期となっております。はい。続いて14位、時効代理人リンククリック2期7話ですね。前回10位から4ランクダウン、14位でございますという項で、いや、時効代理人はもうめっちゃバトル界やってましたね。うん、という作がね、非常に良かったなというのはね、思いながら、ただやっぱ話的には面白いんですけれども、ちょっともう一本の面白さが欲しいなっていうところで、やっぱ息とテイストが変わってね、この長編ストーリーっていうところでの、ね、やっぱまあ馴染まなさが正直あるかなというのは思ってるし、バトル結構強かったですね。で、まあラストの光も飛んできたし、もう盛り上がりそうだなっていうのは思ってますんで、そこに期待したいなと。まあちょっとテンポ感的にもね、ちょっと若干ちょっとね、勢いが落ちてきてるのかなとは思ってます。では13位です。13位。じいさん、ばあさん、若返るという、これ7話ですね。前回10位から2ランクアップ、13位でございますという、これ。まあ、じいさん、ばあさん、非常にね、安定して面白いなっていう印象ですけども、孫たちのラブコメ加速すると、結構ね、周りのラブコメが加速するっていう、まあ、じいさん、ばあさん、それ結婚してますから、加速しようがないんで、加速してますけれどもね、その付き合うとかやっぱないわけですよ。結婚してるわけだからね。っていう意味では、なんかその孫たちうまくね、こう、そういう意味ではラブコメさせてんなっていう感じはしてますけどもね、まあ、変わらぬじいさん、ばあさんの愛で、これ、非常にいいなというところね、13位でございます。はい。まあ、ただね、まあ、やっぱ1位とか取った時みたいになるにはやっぱ相当な爆発力がね、必要ですけど、まあまあ基本的にはこんぐらいの順位でも、ね、非常にやっぱ面白いですから、まあ全然何問題なのかなと思ってます。では12位です。12位、響けユーフォニアム第3期7話ですね。前回3位から、9ランクダウン、12位でございますということで、 UFO ですね。いや、もう、クロエちゃんマジ怖くない？これね。まあ、せっかくの水着以下やったんですけども、ほとんど持ってかれるっていうクロエちゃんにね。あと、葉月すごいですね。これね。進路決めるの大変だなと思いながらね、見てましたけどもね。はい。まあ、進路問題みたいなすごい直面してる、UFO ですけれども。まあ、おっかないと不安が募るわけですけどもね。まあ、先輩たちも久しぶりに登場という声で、かなり情報量的にも内容量的にも詰め込んだ回でありましたけど、やっぱでも、クロエちゃんがやっぱ怖いですね。写真もなんか、自分の写ってる写真意図的にいいだろうみたいな感じがしましたけどね。怖いですよ。はい。ということで、ちょっとギスギスが変な方向に行かないといいんですけれどもね。まあ、うまくこれが面白さに繋がってくると信じてますが、12位でございます。では、11位です。11位。
変人のサラダボール8話ですね。前回32位から21ランクアップ11位でございますという項で、宗教家ね、もうマジ面白いという項で、やっぱ 女騎士もね、まずバッタどんだけ捕獲してるの、そこのツッコミから入んないといけないだろうみたいな思いませんでした皆さん。めちゃくちゃあったじゃんって、バッタ怖かったよあれ。でプリゲちゃんね、さらっと全部あげてるのも面白かったし、めちゃくちゃ笑いましたねこれね。あとお父さんがやたら物分かり良くてね、うん、なんかデレデレになっててね。ネアちゃんの妄想面白かったです。非常に面白かったですね。変人サラダボールというこれ。まあ次回予告またバグってたんですけど、学校へもね楽しみだなというところですが、11位でございます。変人サラダボールやっぱおもろいですね。はい。ではここからトップ10いきます。第10位です。第10位。僕のヒーローアカデミア、7期ですね。ヒロが7期、4話が前回11位から1ランクアップ10位でございますということで、まさしく決戦前夜っていう感じの回ですけどもね、初目さん頼もしいなと思いながら、まあ、ついにね、総力戦来るなっていう感じ で、ラストの青山くんと相沢先生のこの会話がまた刺さるっていう感じだったんですけどね、まあ、いや楽しみでもあるんですけど、やっぱ怖くもあるなっていうね、この、あの、ワンホール、ワンホール？オールフォーワン。いつもどっちがよくわかるんですけど、オールフォーワンですね、の対決ということで、なんですけれどもね、まあ、しがらきともらとの対決もあるんですけど、やっぱこのみんなで一丸になってね、戦う感じが非常にね、いいなというのは思うわけですけれどもね、楽しみでございます。はい。では第9位です。第9位。声優ラジオの裏表7話ですね。前回33位から24ランク大ジャンプアップの9位でございますという項で、まあ相変わらずね、やっぱちょっと話もね、もうモリモリですよ。めちゃ詰め込んでますし、やっぱ正直やっぱね、結構めちゃくちゃなところも多いんですけど、やっぱこの熱量ってこの勢いに持っていかれるというかね、まあ、割と考えるのは感じるタイプだなっていうのはすごい思ってて、真面目に考えたらね、そうはならんやろは結構ありますんで、ね、ちょっと楽しみきれない人もいらっしゃると思うんですけれども、まあそういう意味ではもっと直感的に楽しんだ方がいいなと、この作品は、思ってまして、で、まさかはね、めぐるちゃんが主人公たちの大ファンっていうことで、ちょっとこれびっくりしましたね。ここはちょっと予想外完全に驚いたなという感じもありながら、まあ、最後のね、引退をかけた戦い、ちょっと茶番感も強かったですね。もう話しかけてんだろみたいな感じもしましたけど、独り言だけどとか言ってましたけどね。あとあの阻止してくる人も話しかけたら終わりなわけですから、あの阻止するも何もないんだろうな、ないなと思いながらね、見てましたけれども、まあやっぱこのこれまでのね、自分たちを好きでいてくれた人たちのアンサーですよね。まあ主人公たちが演じるキャラをまた元々演じたキャラやめることによって、元々演じたキャラが好きだった人どうなるんだっていうのをうまくアンサーを出していくっていう、高校生ラジオでやっていくっていうこうね、まあ、それも良かったですし、面白かったんだけど、やっぱすごい熱くなりましたねこの作品はね。なんかうるっとくるんですけど毎回ね、面白いなということで、第9位にさせていただきました。はーい。第8位です。第8位。天戦したらスライムだったけん、第3期やつは前回26位から18ランクアップ、なんとトップ8、トップ10。一時はね、もう最下位まで落ちぶれたナロードを、転生したらスライムだったけん、転スラだったわけだ、転スラなわけなんですけれども、こちらの作品ですね、なんと6話の際は、最下位にしてまして、そこから、26位、そして今回ついに8位に一気にランクアップという項で、まあ、会議が終わってのこの絶大的ランクアップというところですね、もう面白かったわけですよ。日向がめっちゃ強いというところ、これがやっぱり一番予想外だったんですけど、シオンの強さもねやばいと。で、まあ、リムルがね完全にラファエル先生だね、これまた笑いましたけどね。でラストまさかのね、日向がリムルをかばってみたいなね、5回も解けかけてみたいな感じの展開だったんですけど、どうなるかという項で、待ったがあったなっていう非常に面白い回でですね、こちらも感想を上げさせていただきましたけど、一気に8位ということでさせていただきました。いやーマジでこの長い長い会議をね、待ったがやりました。よかったです。はい。では第7位です。第7位。怪獣8号7話ですね。前回20位から、13ランクアップ7位でございますという号で、トップ10再び入りという号ね、怪獣8号。まあ正直やっぱ誰もが予想できる展開っていうような感じではあったんですけど、ね、やっぱこの王道展開魅力でもあるんですけど、やっぱこの怪獣8号の登場ね、やっぱり熱いっていうのもありますし、イハルの熱量ね、これ非常に良かったなというのは思いながらね、まあレノの覚醒見ながらね、イハルがやっぱり非常に奮起していくっていうところで、でまあ1難去ってまた1難という号ね、まさかの星名副隊長と対決かっていうことになるわけなんですけどもね、カフカは5回というかね、なんとかこの回避できるのかっていうところもありますけどね、そこもまた楽しみですが、7位でございます。はい。でもなんかのね、やばそうな怪獣に逃げられて嫌だよね、なんか変に学習だけされてね。はい。
では第6位です。第6位、喧嘩独学70ですね。前回6位、同様6位でございますということで、いや喧嘩独学がマジおもろいですね、本当にね。まあカネゴンと志村の関係ですね、ここがやっぱ非常に熱いし好きだなと思うんですけど、まあ続きも気になりすぎるぞっていう感じでね。まあ新庄が強すぎてね、もう勝てる感じ全くしないんですけど、どうなっちゃうのかっていうところで、まだやっぱ主人公はこうじわじわ強くなりながらね、こう泥臭く活動してると非常に良くて、やっぱ昨今の作品っていうのは主人公は強い、もしくは最初から強いっていうことで、やっぱあんまりこうなんかカタルシスもそうだし、ね、やっぱ泥臭さみたいなのはないんですけれども、この作品すごい泥臭いんだよね。そこはやっぱ面白くてね、やっぱトレーニングとかも本当死に物狂いやってて、それがやっぱ非常に面白さに繋がってるなというのは思うんですけど、今回はもう無理だろうって感じもしますがね、果たしてというか6位とさせていただきました。はーい、では、ここからトップ5ですね、入っていきたいと思います。ではまず第5位です。第5位、鬼滅の刃柱稽古編2話が、前回5位、同様5位でございますということでね、鬼滅来ましたということでね、今回柱稽古編2話ですね、こちら5位ということにさせていただきました。まあやっぱ抜群に面白いというかね、まあ、すでに3、4話の感想とかも上げてるんですけど、こちらもね、まあ、今回はまあ正直稽古してなくて完全に義勇参会ということで、この回は面白いんですよね。これは柱稽古の中でも非常に面白い回で、そもそもね、まあ、出てくるこのサビドの話にやっぱ非常に良かった、しびれるというところで、まあ、炭治郎はもう怖いですよね。もうどんだけ義勇さんを追い回すストーカーかみたいな勢いなんですけどね、これがまた面白かったんですけど、まあ、体感時間非常に短くてですね、小僧さんの話もね楽しみになってくるような感じだったんですけどね。はい、でもエンディングはねやっぱかなり合ってないっていうことをね、まあ感想とか見てたわけなんですけれども、実はねちょっと4話にして感想は言ったんですけど、ちょっとねなんか馴染んできた感じで実はしてるんですが、オープニングやっぱ非常に相変わらずいいなというところですがね、第5位させていただきました。このねギウさんの非常にいい回が5位になってしまうぐらいやっぱレベル高かったですの先週とか先々週か。はい、では、第4位です。第4位、夜のクラゲは泳げない8は前回より同様4位でございますという、これは鬼滅、夜クラのこの順位はね一緒ということなんですけどもね、いやーもう実に現代的という感じのね解体式はマジ最高という、これ、まあ、無観客ライブでね、まあ、炎上もアンチも吹き飛ばしていくと、まあ、無観客にすることでライブも実際無事にできるっていうことなんですけどもね、いや泣きましたね、痺れましたね。マスカはねこのラブホ合宿からのねカノが見バレしちゃうっていうところでね炎上しちゃうわけですけども、まあ、ライブそこからなかなかもうテンポ感が非常に良かったですよねっていうのもあったし、なんかこのやっぱこの誹謗中傷なんか身バレから起きるみたいなところがすごいやっぱね実際に現代にもあるなみたいなところも出しながら、そこを乗り越えていくというか、うまく反応しないですよね。ここがうまいですよね。スルーですよね。スルースキルもやっぱ時には非常に重要というところで、まあ時には説明責任もいるわけですけれども、というところでね、そこはやっぱ非常に良くてですね。で、こう、マラストでまさかの夜がね、彼女のお母さんに引き抜かれるみたいな、メンバーはバラバラになっちゃうのかみたいな、フラグも立ってましたけど、どうなっちゃうのかっていうところですけどもね、ライブシーンも含めて、非常に良かったなと、思いましたし、まあライブも女子会、素晴らしかったなというところで、第4位させていただきました。はい、この4人の関係でどんどんね、強まって感じがして非常にいいなと思ってますしね、ここに乗り越えていくという、まあ、テンポ感というところね非常に良かったなということでございます。はい、ではここからトップ3入っていきます。第3位です。第3位、ガールズバンドクライ8は前回8位から5ランクアップ第3位でございますということで、ガールクラ来ましたというかね、いやーマジ良かったっすねガールクラね、まあ熱すぎだろこのアニメということで、まあ感想動画まで出させていただいたんですけど、このまっすぐにぶつかっていく感じが最高にロックでたまらないというこうね、まあ、ももかさんとのねニナの衝突みたいなのもありましてね、ももかさんメンバー脱退かみたいなのがあったわけなんですけども、やっぱ単なるこう和解じゃなくてね、このなんかももかさんの反骨心を煽るようなね、こんちくしょう精神というかね、このニナもねいろいろ言ったりとか、まあダイダスのメンバーにもね、ももかさんも思いっきり思ってること言うわけなんですけども、あーこのなんかすげえロックな感じでしたよね。ニナがもうトラックに車引かれそうなもうめちゃくちゃですよね。はい。というのもね、ありましたけどもね。ももかさんの台出しに自分の思いぶちまけるのも良かったですし、はい。なんかすごいむちゃくちゃなんですけど、綺麗にまとまってなと思いながらも見てましたけどもね。まあ、新境地でしたよね。ちょっと6、7話、まあ、7話前回面白かったんですけど、やっぱ6話とかちょっと若干ね、落ち着いた感じの印象を受けたんで、そういう意味でやっぱ今回の8話ものすごい良かったなというのは思ってましたし、まあ、神回、8話神回って、またしても立証したなという感じもしましたが、第3位させてきました。はい。では、次第2位です。第2位、忘却バッ
テリー7話前回1位からワンランクダウンも第2位でございますというこうね、いや忘却バッテリーマジできてるぞというこうね、まあ前回に続き東道会なわけなんですけどもね、もうめっちゃいいと思う。今回も泣きましたというところね、周りの仲間がねもうほんといい人たちすぎるんですよね。でも記憶喪失の要ケイだからこそ出てくるこのワンバン早急のアイデアっていうのがね、まあ、非常にやっぱそれぞれの形で励ましていくっていうこの仲間たちね、ものすごい良くて、何も知らないね先輩たちまた面白い、またいい感じになるんですけどもね、ということで非常に良かったし、なんか変に気を使いすぎないでもやっぱこうしっかり気遣っていくっていうところが良かったし、やっぱ思わぬ活路がね、その要くんとか記憶なくしてるからこそ出てくるみたいな、ここもやっぱね非常にいいなっていうのは思って見てましたし、最後中学時代の先輩に会うんですけど、バスでこれ泣くよね、これめっちゃ感動したよこれ、はい、ということで面白すぎる傍着バッテリー第2位でございます。はい、そしていよいよ第1位発表していきたいと思います。今回第1位に輝いた、こちらあります。第1位、転生貴族鑑定スキルで成り上がる7話、前回27位からなんと26ランクアップ、大ジャンプアップ、文句なし1位。いやもうね、見た瞬間にこれ1位だなって思いました。まあ前回ね、コメント欄でもあったんですよ。転生貴族ってあれ、大賞はあれ、まだめっちゃその次の回良かったけど、今回はおかしいな、みたいな、27位って低すぎないか、みたいな意見があったわけなんですけども、もう布石ですよね。まあ前回はね、結構まあ順位的には厳しかったです、正直ね。まあ、アルスがね、こう現実を突きつけられるというか、戦争にやっぱこの、やっぱ本当人、なんか厳しさですよね、知るっていうような回だったわけなんですけども、っていう中でね、まあ、今回もうこれ文句なしですね。まあ、ボーティングバッテリーめちゃくちゃ良かった。ガルクランめっちゃ良かったんですけれども、まあ、これ見た瞬間やっぱこれ1位だなって思いましたね。もう、ボロ泣きっていうかもう、涙で前見えませんでした、これ。もう寝る前に見ちゃったんでね、もうボロボロに泣いて、もうお父さんがね、もうレイブンさんっていう感じで、ほんともう成長したみんな眩しくて、みんなの回想も非常に良かったんですけど、アルスとね、お父さんの会話、これまた泣けるというのも、もう永遠に泣いてましたね。ありがとう、お父さん、父上ということで。まあやっぱこれ、それぞれのレイブンね、お父さんの回想また泣けるんですけれども、で、これが1話の冒頭に繋がっていく、この演出もやっぱいいですよね。実に素晴らしいと。もう完璧でしたね。もう文句一つもないというか、もうこれが転生貴族だって思うよね。ものすごい回だったし、やっぱお父さんと別れっていうのがやっぱこうすごい劇的にね、まあアルス様がね、やっぱ前回の回を見て非常に頑張ってるってまたいいんですけどもね、でやっぱお父さんなんとか直すためにこう全力でこういろいろやろうするって、またここもね胸を打たれる、でもお父さんも助かんないねみたいな思いも、複雑な思いも抱えながら見てましたけれども、まあすごかったですね。もうこれはボロボロに泣きました。これが、今週も間違いなく1位という声で、転生貴族、今季初の1位でございます。おめでとう。はい、という感じで、今回ですね、今期2024年春アニメ7から8話のおすすめランキングトップ2ですね。では、我々の紹介は以上となります。ありがとうございました。ということでね、いや前回、ボーティングバッテリーが1位取り、その前、G3 パーさんが1位取りということで、かなり予想外のね、形続いてるんですけども、今回、転生貴族もね、おそらく予想外というか、やっぱこうね、初回でね、2位にした時にものすごいね、批判があったんですけれども、これ見てる人も間違いなかったですね、今回。ものすごいやっぱいい回でしたし、これが1位だなっていうのを確信した、それだけやっぱ良かった、回だったなという。思いました。はい、まあ、転生貴族の私はボーディングバッテリー素晴らしいですね、って思いながら、まあ、じいさんばあさんとかもね、安定して面白いわけなんですけどもね、今回やっぱトップ3がねものすごいやっぱ良かったなっていうのはね、まあ、印象深くて、でまあもちろんね、ヨルクラとか鬼滅もものすごくトップ5のレベルはね、やっぱ正直抜けてた感じが、しましたね。まあ喧嘩ドッグが面白かったですけど、まあこれはあくまでちょっとため会ぐらいの感じだったんでね、まあ会場仕事とかも良かったですけども、まあ新作やっぱね、もともと今季って続編強い新作がみたいに言われてましたけどもね、蓋を開けてみればまあ新作めちゃくちゃ強いぞっていう感じにね、なってまして、この週間ランキングもね、実は続編はね、時効代理人の2回しか取ってないという、あ全部新作なんですよね。ヨルクラが2回、ガルクラ1回、ジーさんバーさん1回、ボーディクバッテリー1回、転生貴族1回という、これちょっと僕はまさかね、これ開幕前にこうやってやってるよって未来から聞いて もう全く信じられないぐらい、僕もびっくりのランキング正直なってるんですけれども、いやこれね、最終的にどうなるんですかね、これ
まあ、何が1位を一番取るのかっていうところで、まあ、時効谷がそういう意味ではちょっとね、失速してる感が僕は受けてるんですけれども、そこはね、やっぱ期待したいなと思ってますし、まあ、大本命のね、鬼滅の刃とかね、まあ、ヒロアカとかも始まったわけですけれども、これらも順位どうなるのかっていうところありますけどもね。やっぱ今期はね、まあ、やっぱ話題が上がってますけど、ガールズバンド時代みたいな、大ガールズバンド時代みたいな話もありますけど、ヨルクラとかガルクラのオリジナルアニメがね、ものすごい盛り上がってて、まあ、特にガルクラの盛り上がりすごくてね、めちゃくちゃいいので、まあ、そういう意味ではね、やっぱこの、また最初は見てないですけど、その辺も楽しみに、してまして、もちろんね、こういった新作、漫画原作で言ったら、ボージャグバッテリー、じいさんばあさんとか、ラノベ原作で言ったら、天聖貴族とかね、このやっぱ作品がものすごいやっぱ面白いので、やっぱここはね、引き続き非常に楽しみだし、まあ、今期ね、また最終ランキングはきっと上げられると思うんですが、まあ、その辺もね、順位もまたお楽しみにお待ちいただきました。幸いですがね。やっぱ折り合いが面白いと、いいクルーですよね。楽しいですよね、見ててね。っていう感じしますけどもね。今回ほんと上位めちゃくちゃレベル高い中で、天聖貴族はもう文句なし、もうボロ泣き前が見えなくなった1位でございました。おめでとうございます。はい、ということで今回ね、動画これで以上として、皆さんね、ランキングする感想をいろいろコメントお待ちしますし、またですね、ランキング動画この後に上げますんで、ぜひ気になったら、そちらもご覧ください。またね、この時にぜひチャンネル登録、この方もまたしていただきますと。はい。嬉しいです。ということで今回は以上となります。最後の視聴ありがとうございました。